バスケットボールファンの皆様、おはようございます。こちらは日本体育大学品川キャンパスです。第92回関東大学バスケットボールリーグ2部リーグは2週目を迎えています。本日の第1試合は順天堂大学対立教大学の一戦。開幕厳しい戦いの中2連勝を果たしました順天堂大学に対しまして、開幕は連敗スタートとなりました立教大学です。コート上は間もなくティップオフを迎えますが、中心選手をご紹介しておきます。順天堂大学はキャプテンの川久保を中心に八代、そして小舟、この3人を中心としたオフェンス陣がどこまで機能するか。一方の立教大学はキャプテンの森川陸、司令塔森川陸のアシストがどこまでチームに貢献できるか。今日はここがゲームポイントと思われますが、今両チームのスターティングメンバーの選手がコートに入ってきました。先に入ってきたのが黒のユニフォームですね、順天堂大学の選手が先に入ってきました。大学は森川陸、スターティングファイブ森川陸、そして吉田渡、14番望月康介、そして8番の渡辺裕樹。今ティックオフしました。順番にスターティングファイブご紹介をしていきたいと思います。立教ボールからゲーム始まっています。森川です。いきなりシュートしました。これは決まりません。ボールは順天堂大学一気に前にフィード。ここは一度左サイドからコブナ、おっとこれはボールこぼした。ボールは立教です。早く攻めてきましたがゴールした。リバウンドは背番号8番渡辺裕二です。洛南高校の3年生、黒のユニフォームは順天堂大学です。おっとこれもボールこぼしてアウトバウンドが順天堂ボール。ショットクロックは24秒。順天堂大学のスターティングメンバーを順番にご紹介していきたいと思います。今ボール持っていますのが73番笹井、そしてコブナ、スリーポイントを外れました。コブナ17番、そして今度は力強ボールに変わっています。片山がシュートを決めて4対0、立教4点リードで今度は順天堂ボールです。もう一度改めまして順天堂のスターティングファイブ、6番川久保俊、そして今ボール待ちの選手13番八代、そして今日は29番千葉がスターティングファイブ。川久保のシュート、これは外れました。今度は立教です。バスイッチで14番の持ち抜き、ここはボールコントロールしていく。ジャンプシュートはこれは少し短かった。八代がリバウンドをしています。笹井のジャンプシュート決めてきました。笹井がしっかりと決めてきました。2年生の 175cm、 広島南高校出身。今日で3試合連続のスターティングファイブ。初日の法政は、法政大学戦は6ポイント4リバウンド2アシスト、駒澤大学戦は12ポイント8リバウンドの3アシストです。さあ立教ボール続いています。ここはスクリーンを使いながらゴール下、どうだ、もう一度、最後は6番吉田渉が押し込みました。立教ですが、これは最後8番渡辺裕二がシュートを決めてバスケットカウントの権利を獲得します。8対2、まずは立教がペースを握った。8番の渡辺裕二、3年生、洛南高校出身の 189cm、 こちらも
今日で3試合連続のスターティングファイブ。中央戦では18ポイントの4リバウンドの記録残しています。ハーフボです。今度は回り込みながらターンしてシュート、これは外れました。今日は序盤から少しシュートマッチョフはシュートたちがあまり合っていません。順天堂ですが、今森川陸が果敢にドライブで突っ込んでいきました。そしてディフェンスカードを誘ってフリースローは森川。今日は2試合連続のスターティング5。昨年2部のアシストは1位、そして今年も2試合終わって10本のアシストを決めて堂々の1位。まさに立教の司令塔です。ここまで11対2。まずは立教がペースを握っています。順天堂ボール、まだ持ちます。サイ、サイのシュート決めてきました。サイが森川陸とのマッチアップを制して4点、立教大学4、失礼しました、順天堂大学が4点になりました。今度は立教です。オスプレイがシュート決めてきましたのは9番片山です。13対4、まずは立教がペースを握って、おー、ゴール下カットで入っていきました。73番笹井です。意表をついた動き、今度は森川陸です。左サイドパスを回して打ってきました、スリーポイント。これは止まらず笹井ボールを持ちます。コブナ、ここはファウルがありました。今のは6番の吉田渡のファウル。コブナは2試合連続で2つの得点、法政大学戦は31ポイント、そして駒澤大学戦は23ポイント。今6番の川久保俊がスリーポイントを決めて13対9まで追い上げてきました。順天堂が少しずつ差を詰めてきました。ここはドライブイン、ゴール下粘って、これは決まらなかったですが、決まりませんでしたが、バスリバ、失礼しました、シュートモーションでのファウル、ディフェンスファウルです。6番の川久保のファウルです。ここはしっかりと9番片山がフリースローを決めております。2年生196センチ藤枝明誠高校出身、しっかり2本決めて15対9。初日の大東文化戦ではスターティングファイブでしたが、中央大学戦ではスターティングファイブは外れていましたが、10ポイントのリバウンド、ここは社が決めています。残り5分8秒、第1クォーター、少しずつ順天堂大学が点差を詰めています。この展開です。立教ボールに、失礼しました、順天堂ボールに変わります。ここは遠いところから小村、リバウンドは順天堂、芝のスリーポイントは外れて立教です。ハイパス回しから14番の望月が決めてきました。森川陸が少し落とすようなパスをしましたが、まさに技ありといったところでしょうか。カーコボです。カーコボジャンプシュート、これは決まりません。少しこぼれていますが、ボールは立教、陸がしっかりと自ら持ち込んで19対11。ゴール下抜かして小村から千葉、外からスリー、川久保のスリーは決まりません。今度は立教、
フリーになってシュートを決めてきました。望月です。また立教が差を広げた。10点リード。立教は順天堂のアウトサイドを警戒してゾーンディフェンス。小村のシュートは決まりません。小村2日連続で20点オーバーでしたが、まだここまで得点もあまり防げていませんが、ボールは順天堂。高いローポスト、ヤシロのフェイダーウェイ、ヤシロのフェイダーウェイは外れました。ヤシロ翔はここまでリバウンドの数は全体で2部で1位、30本、そしてブロックショットも全体で1位。ポストプレー決めてきました。一気に順天堂を走りますが、これはラインを割ります。立教9番片山のゴールでした。順天堂ボール、小舟の3。今日は少しここまで決まっていません。小舟そしてゴール下、これは少しパスが乱れた。ボールは順天堂です。23対11、第1クォーター残り2分9秒。立教のペースになっています。順天堂ここはしっかりとアウトサイドからローポストに入った。ヤシロキックアウトから外から3。今日はこれがなかなか決まらない順天堂。そして立教です。さあ森川、ゴール下、森川から最後ラストパスを受けたのは片山和也、しかしこれはディフェンスファール。13番八代のファールでした。片山がフリースロー1本決めて、これで23点目は立教。しっかり揃えてきました。25点目が入りました。立教先週2試合は大東文化戦で57得点、そして中央戦で68得点と得点不足が少しありましたが、今日はここまで25点。そして八代、八代のところですが、これはディフェンスファール。順天堂も少しインサイドを使ってきましたが、ヤシロのフリースロー、こちらもフリースローしっかり2本揃えました。そして選手があります。富樫が好投しています。あ、失礼しました、21番は順天堂吉見が好投しています。中を伺う、ここがミドルシュート、片山のシュート外れましたが、リバウンド森川、外からスリー、望月のスリーは外れます。順天堂ボール、残り1分3秒第1クォーター。ローポスト、千葉から右サイド、笹井、小舟、小舟がここはディフェンスファール。1番渡辺のファールでした。渡辺ファールは2つ目。そして11番武田がコートにしています。立教大学です。はい、コブラ、今度はポストムーブ、ジャンプシュート、ようやく決めてきました。コブラが決めた。コブラはここまで先週2試合で得点1位、54得点、スリーポイントを9本決めています。そして立教もすぐ決めていきます。
20秒切っています。第1クォーター、笠井が今度は左に回り込んで、誰を使うか、自ら行くのか、スクリーンを使って今度は右に行った、そしてヘッジしながらパークウォー、パークウォージャンプシュート、どうだ、これは決まらず、もう最後順天堂大学の選手がボールをキャッチしてシュートしましたが、ここで第1クォーター終了。第1クォーター終了して、順天堂大学、立教大学の一戦、27対15、立教大学が12点リードして第1クォーター終了します。